春から秋にかけて野生の植物などが楽しめる北方野草園が先月22日オープンしました。園内の嵐山公園センターでは寒い中オープニングセレモニーに訪れた市民や西川市長にお茶が振る舞われました。茶道教室常妙庵の皆さんのおもてなしです。セレモニーには100人以上の市民が訪れました。西川市長の挨拶の後、来園者にブルーベリーの苗木がプレゼントされました。この日はみぞれが降るあいにくの天気でしたが、園内ではエゾノリュウキンカやフクジュソウなどの花が見られたほか、小さな池には5月中旬に孵化するエゾサンショウウオの卵があり、西川市長も興味深そうに見入っていました。北方野草園ではアイヌ文化を学ぶこともでき、チセといわれるアイヌの人々が住んでいた住居を再現したものなどが展示されています。北方野草園は毎日午前9時から午後5時まで開園しています。3歳以下の乳幼児を対象にした子ども歯磨き教室が月1回市役所第二庁舎で行われています。参加した保護者は歯科衛生士から歯と歯茎の間など汚れがたまりやすい場所の磨き方を教わるなど、子どもの歯の健康状態を確認してもらっていました。夜寝る前の1回というのはやっぱり効果的な時間なんですけれども、ただ今はね、歯磨き鳴らしていく習慣作りっていうのが大事な時期なので、あまり時間帯とかにはこだわらずね、日中のご機嫌のいい時とかの方が歯磨きしやすければ、お昼に磨いてみるとかでもね、構わないと思うんですけども、磨き方がね、わからなかったんで、なんか一緒に見れてよかったです。無理やりでも磨かすっていうのね、勉強になりました。次回の子ども歯磨き教室は5月29日月曜日午前10時から行われます。彫刻の町旭川には多くの野外彫刻があります。旭川彫刻サポート隊はこれらの彫刻をより綺麗な状態に保つ活動を行っています。あなたも清掃を通して野外彫刻に触れてみませんか？